これすごい。こんにちは。こんばんは。モナルチャンネルのマーサです。いやでーす。モナ。モナ。はい。もうこれからお昼なんですけど、てかもうお昼過ぎ？過ぎだね。なんで、今渋谷にいるんですけど、なんかせっかくだから大食いしたいなと思った。渋谷っぽいものを。そうね。食べようと思ったらなんですよ。ゴールドラッシュって知ってますか、皆さん？肉が食えるところです。そう。で、なんかワンポンドハンバーグってのがあって。肉が、ハンバーグが4つ？そう。ワンポンドってなんか約 450g。 だから相当多い。やばくないか。今回はね、そいつを食らいに行って、まあね、大食いチャレンジじゃないですけれども、いつも通り幸せになろうかと。たくさん食べて僕たちは大きくなります。なんで早速もうすぐそこにあるんで行きたいと思います。はい、ゴールドラッシュ来ました。で、これこれすごいよね。全部広げて半分テーブルに置いてください。見てください、これすごいすごい。じゃあ、いただきます。最初は僕はこういう野菜から食べていく。おいおい、血糖値を下げるの。肉からいただきます。うん、肉と本当に肉だったよ。なんかさ、ハンバーグってさ、正直そんな肉感出ないんだよ。確かに確かに。肉ってのは他のは全然私、死んだあの時にやめたかも。その間をちょっと思い出す。本当に肉感がすごい、うん、ハンバーグじゃない、肉って感じが。肉感すごいよ。油に焼けた人、このハンバーグ1個必要です。これも1個食べ終わりました。まあ確かに。え、ゆうや大丈夫？俺は多分大丈夫だけど、多分油が苦手な人はちょっと来れないかもしれない。うん、2個完食。これいけそうだな。14分くらい。2つ僕も食べました。どうですか？結構ここでやめたら、まあ、お腹は空いてるけど、油的にはここでやめてちょうどいいぐらい。マジか。相当やっぱ弱いんだ。いや、これは多分油が強い。まあ確かにそうだ。四つはおおってなりそう。なるほど、ね。気配がしてる。ライス大盛りにしたいか。うん。三つ目。三つを食べは。結構ですね。いや、結構来るわ、うん、やっぱ肉だわ、うん、普通のご飯だったらもうやめてるよね、完全に。この後ね、まさか誰も思ってないでしょ、もう一回頼むってこと。いや、俺も思ってないよ。みんなが思ってないことをやるのが YouTuber です。もう一回頼むんです。やられませんよ。はい、最後はね、約3分の1を一口でいきたいと思います。こうやってピーナッツのチョコレートも食べる。素晴らしい。1ポンドって本当に美味しく食べれるギリギリだけ。今もう最後はもうちょっと、うんうん、ほんとそう。グラッシュ。これあと1個あったら本当にマジかなるってなる。本当にギリギリ。味は本当に美味しい。肉って感じがすごい。450ポンドってギリギリなんだと思う。女の人だと食えないんじゃん。うん、食えないと思う。またね、食べる系はどんどんやっていきたいと思うので、ぜひこれ食べてください。もうこれを大食いしてくださいって言ったらね、ぜひね、リクエストボックスもあるんで、そちらでね、リクエストお願いします。はい、じゃあ、はい、本日もお世話になりました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。行きたいと思います。はい。でね、お店がこちらなんですけども、こちらがね、お店になっております。